はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ということで、キコーナチャンネル、本日は、キコーナ赤川店から生放送です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、赤川もね、久しぶりですけども。久しぶりですね。はい、ということで、じゃあ赤川店ね、今日もじゃあ出演者の、自己紹介先に、ね、していってもらいましょうかね。久しぶりの方もおられると思いますので。はい。じゃあ行きましょうか。はい。結構久しぶりですね。はい。小山マックスこと。はい。小山です。はい、お願いします。あのそう、オヤマックスそう、前回ね、出た時に多分前の店長がね、確かあだ名で付けはって、オヤマックス、なんか間がつくと、なんとかマックスで絶対つくなみたいなありがちです。ありがち、あるあるですけど、まあ、あの前回放送出た時に、あのグランキコーの境店の池田店長にめっちゃ似てるっていう ねコメントをいただいて、今日から君が店長だって。じゃあ、ます、あの堺に堺に今すぐいてください。はい、そう、似てるっていうねコメントいただいたんですけど、その上山子さん今日も出ていただくんでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ店長もお願いします。はい、おっさん店長でーす。おっさん店長でーすって言われてますけど、そうそうそう、ちょっとね、あの私めっちゃ最近ね失礼なことあの言ってしまったんですけど、あの体型がちょっと戻られましたかって言ってしまって。そうなんですよね。実は戻ってなかった。いや、なんかよくわかんないです。でもなんかジムなんか筋トレされてる？ジムじゃないです。何だっけあれ。バッティングセンターとかで体してるんで。おうおうおう。結構割と行くんですか？バッティングセンター。週。ここ最近結構週2、3ぐらいのペース。あれですか？夏の甲子園の影響ですか？そうです。来年は出ますんで。あ、そうね。ドラフトも出ますしね。ほんまやわ。ちょっとね、去年はあかんかったね、ドラフト。今年は、ね、今年もちょっと見込みないんで。来年に、次回に行きたいです。電話の前では待っときますよ。なるほどね。はい、そうね。締め来るかもしれませんからね。オールディズニー電話の前で待っときます。ほんまや。もしかしたら何巡目、指名目か分かんないけどね。育成選手かもしれませんけどね。ヤクルトぐらいから。ほんまやね。気候の赤川店。あの店長なぎなぎ言うてね、あの何十名指名か分かんないけど、あの来たらもしあのみんなもね待っててもらえたらと思いますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ赤川店もね、お知らせということで、まあ、こちら信頼営業開始というポスターありますけど、はい、これをちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか。もう8月19日なんで、はい、だいぶ前ですけどね。はい、8月19日に、まあ、最新の4機種、はい、左からドラムウィの桜、はい、ハイスクールフリート、はい、お化けランドのミドル、はい、鉄拳のライトミドル、はい、こちら4機種稼働してますね。はい、絶賛稼働中ということですので、はいはい、そうそう、赤川店ね、あの結構信頼も早いこと入ってる感じなんでね。そうですね。はい、手貸しも、たくさんバラエティありますんでね、ぜひぜひ赤川店を締め切ってもらえたらなと、はい、思いますので、よろしくお願いします。お願いします。今日は、まあ、一応ね、信頼入れ替えの後ということなので、まあ、信頼も、入れつつ、ちょっとアンケートをね、取ろうと思いまして、まあ、配振りはちょっとね、2回ぐらいやったから、もう、いらんかなって。うん。まあまあ、うん、いいとこ見せてないっちゃ見せてないけど、ちょっともうええかなって言われてもちょっとあれかなと思ったんで、まあ一応今日はライトミドルでちょっと縛っていこうかなと思いまして、サイバーグ009の、ライトミドルが意外にこれ入ってない店が多くて、で、赤川店ちょうどあの、でも並びにあったんで、まあ、ちょうどいいなと思って。で、これ1台。で、戦国乙女のライトミドルも1回やったんですけど、結構あの、乙女好きな方が多くて、でこれも結構人気あるということで、まあこれ2機種目で、で、もう一つがあの、鉄拳がまだやってないということで、まあ、この3機種の中の2機種で、ちょっと今日はやらせてもらおうかなと思いますので、じゃあ皆さんもね、ちょっと今からじゃあニコ生見られてる方はアンケート、やっていきますので、見たい機種に投票していただけたらと思います。店長、個人的にどうですか？どれやろう。乙女打ちたい。あ、乙女。そうそう、なんかね、乙女、この乙女すごい人気ありますね。ちょっと打つ機会なかったんで。そうそうそう、まあ、設定付きのライトミドルですけど、継続率がやっぱ、あれかな、85から90%ぐらいあるのかな。そうですね、はい。それが、やっぱり、あの魅力的っていう方が多いんですね。今、ニコ生ね、見られている方はアンケートを、出しておりますので、まあ、ちょっと1分ぐらい。出しておきますので、画面タッチできる人はタッチしてください。電話の前で持ってたマネージャーから電話あるかもと。お前らしとんじゃん。そうそうそう。店長が親マックスを鉄拳制裁するとこがみたい。
そっち、そっち。バイバイ、分かってね。はい、振りはもうお腹いっぱいですよ。しかもね、319なんでね、やっぱりちょっと当たらないトトロがね。そういうのね。前打ってた人たちがだらしないとしか言えないですね。いや、本当ね、あの、一番最初に打ったんが、あの、豊中南のね、田島くんやったんですけど、もう、あの、地獄やったけどね、全然当たらへんから。今日マクロスフロンティアでもええぞってね、言われてますね。店長、サモハンキンポーに似てるって言われてますね。誰ですか？サモハンキンポー。あの、ジャッキー・チェーンとかの映画に出てる、ちょっとこう、ハート様みたいな人ちゃいます。なんか、言われたことあります。あ、そうっすか？調べてないですけど。遠からず。言われたことあるんで、合ってると思います。なるほどね。乙女の3199プラスになったから、という方は、じゃあこれ乙女みたいかな。じゃあちょっと回答締め切りますね。じゃあ2機種ね、ここから選びます。はい。じゃあ、ということで、じゃあ、一番多かったのが鉄拳なので、じゃあ鉄拳はもう一角で、はい。で、2番目が乙女。はい、じゃあこの鉄拳と乙女の2機種でじゃあ今日は試打させていただきます。じゃあ店長どうしましょう、はい、乙女どうしましょう、大山っ子さんどっちがいい、鉄拳持ちたてどっちやまだ打ってへんね、まあ、まあ確かにね、しんどっちもまあ一応しんないっちゃしんないですしね、まあ、鉄拳はまあこれも 90% 継続でしたっけね、だから100コンボ目指せみたいな、あのすごい歌い文句出てましたけど、どうします、まあゲーム好きやったら鉄拳の方がいいんかな、まあちょっと乙女とか打つ機会なかったらね、この機会に打ってもらってもいいかなと思うんですけども、鉄拳か、店長乙女 打ちいやって言われた、さっき言うたからか、せやな、小山君は どっちが好きなの、どっちか言うたら、どっちか言うたら僕鉄拳ですね、鉄拳なんや、ゲームとかもやってたんで、あそうなんや、はい、じゃあキャラとかちょっと詳しい、まあそれそこ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 今ちょっとだんまりなったけどどうする、店長じゃあ乙女します、はい乙女します、わかりました、じゃあ店長が乙女5、ライトミドルで、はい、オエマックス君が鉄拳極み、はいお願いしていいですか、はい、じゃあ早速シダの方やっていきましょうか、お願いします、お願いします、はい、じゃあちょっと今から移動しますね、じゃあその間コメント読んでいきます、じゃあカメラもね移動しましょうか、こんばんはってね、つまりありがとうございます、鉄拳まだ見てないから気になってたーって方もおられますね、岩手からこんばんは、おいっす、おはようですね、おはよう、元気出してありがとうございます、高知から来ましたということでありがとうございます、ババコンが池田店長が痩せたら親マックスみたいな顔なんやろね、めっちゃ似てるよやっぱ似てるんやな、似てますね、はい、じゃあこれでアンケートね決まりましたので、じゃあ鉄拳と乙女とやっていきます、はい、じゃあ、準備できましたらシダを開始してください、あとちょっと多分ね音が大きいと思うんで若干下げ気味で、はい、はい、じゃあ打っていきましょうか、鉄拳はねやっぱ初見というか初めて見た方も多いんじゃないかなと思うんで ね、ちょっと演出的にも、はい、どんなんが熱いかはちょっとね一緒に見ていきたいですね、まあなんか最近の傾向で言うとやっぱ金系の予告が出ないとちょっとねきついっていう感じもあるので、ビスティさんというか、まあ、三強系列なんでどうやろうな、激アツ柄はハニカム柄とかになるのかな、フルーツ柄かなかもしれないですね、マックさんスペックわかる、スペックは、ライトミドル199分の1で、はい、へそ突入が 50% ですね、 50%、はい、それ突入すると 90% の継続率獲得できるっていう感じ、なるほど、まあ、もちろん多分高継続なので出玉の振り分けがちょっとあって、まあ、ちょっと少なめかもしれませんけど、まあ、そこを高継続でカバーというかゼロ台ですねきっとね、そうですね、はい、早く痩せないとハゲちゃうよと言ってますけどね、これ店長のことでも店長髪の毛多い方やと思うけどな、めちゃくちゃその辺は大丈夫やと思うけどな、はい、ハゲそうにはない気がします、ハゲそうにはない、はいね、クイちゃん中毒者ですね、ありがとうございます、はい、鉄拳キャラなら任せてくれということで、やっぱ鉄拳あのプレイされてる方多いね、あですね、ゲームはやっぱね、アーケードの方がやっぱ人気あるもんね、大会とかもされてますもんね、はい、今7ぐらい鉄拳って8出てんの、どうなんやろ、こんな出てんの、なんかねシリーズがむちゃくちゃ長いんで、あとキャラもなんかすごい増えてるというか、もう全然、全然知らん人ばっかり今クマしか知らんっす、わかる、クマとパンダとかね、あれが可愛い、そう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 、あれめっちゃ強いけどね、強いっすね、おやまくさんはキャラやったら誰使ってるとかあったの、僕、クマ使ってましたね、やっぱそうなんや、
あれちょっとアーケードで使う人、あ、こいつうまいんちゃうみたいな感じで見られません、はい、匂わしてましたね。匂わしてた、ね、弱かったっすけど弱かったんか匂わしあるんだなるほどね。今日の放送を見て鉄拳打つときは参考しますということで、そうですね、ちょっとあの放送時間がね1時間から1時間半ぐらいしかないので、若干ね大当たりまで見せれるかわかんないんですけど、まあ、あの参考になればいいなと思いますね。まあ一応鉄拳が、ゾーンみたいなの入りましたけどね。ストック演出はあるんですねこれね。今理性崩壊ゾーンっていうのかな多分、まあ、前兆ゾーンになってますけど、まあ、このゾーンからデビルゾーンっていう、先読みの激アツゾーンに入ればもう一つ熱いみたいですね。デビルゾーン入りましたよ。入りました。あ、じゃあこれえもうおスイッチ決まっちゃうんちゃうんすか。おスイッチいく。デビルゾーンが一番熱いみたいですね。あ、なんかダブル乱入になってますね。あれ、もう速攻当てちゃう、もしかして。来ますか。タイムストックってことは、これ以上タイマー演出になるんですかね。そうですね。あ、文字青かったけど大丈夫確かにちょっとね、まあでも分からん、尻上がりかもしれん。 お、堅実これ性格出そうですね堅実。タンランとアリサ使いですとかと言われますね。この左のキャラはなんか見たことあるな、何やったかな。これジンです。ジンか。結構メインキャラっすよね。はい。あとか、何やったっけ、カズヤ何やったっけな。あ、ジンとカズヤ、はい、ですね。この二人はなんか聞いたことある。乱入来たらいいんやねってこと。そうですね。あ、またお、あれこれお、削ってますね。すごいな、これタイムがずっと。あ、赤。今戦ってるのがジンとファラン。ジェフリーまだ当たるんちゃうかって言われてますね。これ来るんちゃいますか。これ、あ、金、お、金ですね。いきなり見せるね。これ外れたら今日当たらないような気がする。それをもう外したらやばいやばいやばい。今油断したやろ油断したらおしまいやで、ね、パシンコは。あと3秒さ、これで決まるんかな。ほんまにゲームやってるみたいね。熱そう。おお。早っ。早っ。ゲーセンですかここ。めっちゃ早い。いやーすごい。199当たった。早かったねー。皆さん鉄拳おすすめです。早い早い。もう完全にあの産業の回しもんって言われる。何もお金もらってないですよ。大普通に勝てますよ。はい、これで八図柄ということで、鉄拳は、あれよね、3と7図柄以外は、確かボーナスがあれやったな。6ラウンドやったかな、はい、鉄拳ボーナス。3、7図柄、3、7以外の図柄揃いだと、鉄拳ボーナスで、6ラウンド確変。おぉ !7! 聞いた。すげえ。マジか。これで6ラウンド確変、確定ですので、コンボいけますね。ですね。え、やりすぎ、早すぎ早ない。こう見せれましたね。いやいやいや、鉄拳クラッシュマジか。おやマックス、鉄拳簡単やな。簡単ですね。なんか裏コマンドとかあるんだ。上上下下みたいな。そうそうそう、レバーでできるんかな。早ー。いやー素晴らしいね。これ放送のね、あの面白いところで、遅かったら遅かったでね、早当てろって文句言われねんけど、早すぎたら早すぎたら店長ボタン使うなって言われてね、どうしたらええねんってね、ほんまに。そんなんね、都合よくいかないよ。おまわりさーんって言って昇格した。なんかやれそうな気がする台だねってね、こんな早く当たんないと打つわって。ちょっと、え、何回転 ?2、3回転よね。いや、ほんと3回転ぐらい。お、スイッチやな。はい。
しかもちょっとアガデのデータをね上映ってるんですけど、もう70回ぐらい当たってるんやけどね。今日はすごいですよね。え、はい、じゃあもうちょっと調子いいままの感じやね。さすがババコンガね。おやマックスや、マックス。もうスイッチ、もうそうやね、もう大体多分打ち出して保留貯めるぐらいで当たってるから、むちゃくちゃ早かった。あれがね、これは不正ですわ。だから早すぎた早すぎたね、そういう種で当たらんかったら当たらんかったでもイライラするしね。いいやん、たまにはこういう日もあってね、サムでゲットなんで、はい、鉄拳簡単やな、うん、じゃあこれどうしますね、マックスさん。なんかモード変えれるよね、これ。バトル行きましょう。あ、わかりました、カズヤっすね、はい、じゃあこれ選択型がジンで、バトル型がカズヤ、ルーレット型がカズミということで、まあこれ、コンボボーナスのモードをね変えれるみたいなんですけど、まあここで継続率が 90% ループするみたいなので、はい、ここはちょっと親マックス君に頑張ってもらおう。まあやっぱね、どんな感じか見たい方も多いと思うんでね。何連させてくれんの。そうやね、100コンボ見たいけどな。見たいですね。どれぐらいで100コンボいくかとかもねちょっと知りたいもんね。ちなみに初期コンボは2個以上スタートっていうなってますね。で、コンボ10連確定のパターンもあるみたいで、鉄拳コンボ極みっていうモードに入ると、コンボ10連確定っていうね、ビスティさんの、サイトに載ってますね。あれね、大当たり振り分けが、何倍だかな。特殊位置ね、まあ、多分、へそだと思うんですけど、まあ、6ラウンド確変 50%、6ラウンド通常 50%。で、6ラウンド確変入ると ST104 回。時短だと100回。で、まあ、ST なんですけど、電サポは一応100回で終わるということですね。で、特殊に、多分これ、右打ちのことでしょうね。電サポで当たった場合は、10ラウンド過去編が 31%、6ラウンド過去編が 30%、4ラウンド過去編が 29%、2ラウンド過去編が 10%。まあ、振り分け的には、ま、10ラウンドと6ラウンドの方が、ま、比率的には多いのかなという感じですね。まあでもライトミドルで、まあ、継続率高くて10ラウンド確変 30% あるんやったら、まあちょっとなんか頑張れそうな気はするかな、振り分けね。そうですね。まあ乙女はちょっと継続率高いんですけど、やっぱ10ラウンド確変っていうかね、10ラウンドの割合がちょっと少ないので 10% かなんかですよね。そう考えたら、まあ出玉的にはちょっと鉄拳の方が振り分け頑張れるのかなって感じですね。で、確変中とかね、ST 中の確率は 45.7分の1。まあ、ST がね、一応104回ありますので、まあ、数字だけ見たらちょっと簡単そうには見えますけどね。まあ、駆け抜けてしまうのも ST の面白いところかなと思いますね。やっぱ、13があれやったからなぁ、ね、ずっと一八って呼んでた。あれ、数や。確かに一八って書いてるもんな。変な音楽にして、これ楽曲変えれんの？変えれますね。あ、そうなんや。1時間出しっぱか期待してるよーって、ね、だって2回転で確変やろ、簡単やん。そういう時もあるやろな、もちろん。かずみおるんやん。そう、かずみさんもモード入ってますね。鉄拳簡単やな、辞表出してくるわって。待て待て。宝くじ当たって会社辞めるわって言ってる人と一緒。そこはもう普段通りの生活しよう。最近の台 ST104 回で 4ラウンド6ラウンドってきついような気もするってね。あとあったらまた回さなあかんやんってことで。でもライトミドルで100回ついてたら私は逆にいいなと思うんやけどな。やっぱね、シンフォギアスペックとかなるとね、花もそうですけど時短つかないんでね、そこがしんどいって方もおられますしね。どっちがいいとも言われへんけど、小山くんはどんな台が好きなんですか？結構何でも打つんですけど、おうおう、まあ、でも基本ライトミドル、スペックで言ったらライトミドル派です。どういう台が好き？シンフォギアとか？シンフォギアはもう相性悪すぎるので、もうちょっと引退しました。最近のライトミドルやったらどんな機種がいいですか？最近やと、いやでも、うん、どうやろう。あの花とか売ったんですか？あの花まだ売ってない、ね。あ、売ってない、はい。興味はある？
興味はあります。スロットも興味はあります。あ、なるほど、はい、でも鉄拳スペックみたいなのは結構好きな感じ。好きですね。あ、なるほどね。高継続率とかはもうだから最近の台とかは結構好きです。なるほどね。まあ199分の1しか打たないという人も増えてきましたもんね今ね。記者会見は結構だった。駆け抜けそうだけど大丈夫か。ほんまに嫌な予感しかしてない。なんもないね。これ7揃ったけど実は時短なんじゃん。あの V 入ってなかったとか。嫌味深すぎますよ。V の手前になんかちっちゃいおっさんが止めてる。弾弾いてたのか。ウェーってなるよな。見えへん妖精がおったみたいな。戦隊物のやつも打って当たってまたバースローめっちゃ苦痛やった。それは多分もう一種二種混合機に慣れてしまってるからでしょうね。ただでもシンフォギアはやっぱり右打ちで回せないので結構ね通常ハマるイメージが結構あるんですけどね。なんかもうやっぱ回してなんぼってところがあるから、なんか右打ちでもまあね上皿減ったりしたらちょっと辛いですけど、回せる分はいいかなとか思いますけどね。まあこれも本当に人それぞれかな。シンフォギアみたいなね、アクエリオみたいなのがいいっていう人もいればね、こういう時短付きで方がやれる気がするっていう方もおられますし、乙女もね、ST 仕様になってますんでね、この台も本当に当たったらかなり大きいんでね。乙女5は、低設定でも継続率 85% で20回以上当たるときもあるし、高設定の継続率 90% でも2回で終わるのもあるから、結局持ってる力ですよね。いや、あのね、本当ね、継続はね、高継続かもしれんけど、やっぱりね、その時の、自分のコンディションはめっちゃ大事やと思うけどな。やれんときは何やってもやれんからね。え、オヤマックス駆け抜け。え、駆け抜けは当たらんより罪重い。これ一番嫌なやつですね。6コンボで終わってもたで。100どこ行ったんや。初段やぞ初段。店長店長もうすぐ終わっちゃいましたけど。一応ねこれでまだ4回あれかな、電サポ保留残ってるんで。一応この、電サポは100回までなんですけど、多分あと残りの4回を入れて104回って意味だと思うんですね。でも、だからここの4回転で当たることも全然あるんでね。まあ、ここで当てたら、じらすなよって言われそうだけど。店長はよう、店長だよって終わった。100コンボを目指せ、実際は6。あ、テンパイ。ああ、やられた。やばいな。やばいな。これ多分まあ相手にとかにもいるのかな。これどのキャラがいいんやろうな。なんか色ついてるんで。色ついてた。赤とかの方がいいかなと。先輩デフォそうやけど。そうやね、私もなんかそんな気がした。ボコボコにやられてる。あ、先輩はデフォじゃないんやね。しない時もあるんや。了解です。当てても、あ、帰りがない台が多いってね。まあ、この辺はやっぱもう自分の、あれよね、遊戯の投資額をちょっと考えないといけないね。これは鉄拳制裁もん。多分私が戦う方が強いという人いますね。確かに。ちょっとね、フルボッコにされすぎやな。フルボッコだぞ。フルコンボや、それ。なんかね、転売しただけでも熱いっていう感じで作ってくれたらよかったんですけどね。このネクストバトルも赤とかあるんでしょうかね。これは弱いか、じゃあ。先制攻撃とかありそうですもんね。あ、ボコボコやな。マジで自分。いやーちょっとあれよね、調子乗るパターンよね。座ってすぐ当たったけど極端すぎやろ。やば。 90% ですか。 90% っていう風に書いてるけどね。やばやば。さあ、放送終わろうぜ。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
わあ、せっかく ST 入れたけどあれ心折れるパターンやね。せっかくこれで俺何もせんでええと思う。いやいや、してくださいしてください。乙女見てるからね。使えない部下だな。お疲れした。継続率何パーやったっけ。一応ね、表記は90ですけどね。でも天井の台、緑保留やし、これちょっと金券当たります。当たります。何も当たってないけど当たります。天撃乱舞ってなってますけどね。乙女荒ぶってきたじゃんって言われてますね。もうピーク過ぎたらあとはハマるだけ。正解。早い早い。はい、罰ゲーム。今日エヴァ13で先読み画面真ん中下のリール、777で止まった、ね、保留におめでとうの文字が出て11連しました。あ、当たりなんや、すごいね。乙女熱いような気がするけどでコメント来てますけどね。ちょ、これ全員のやつって熱かったんやったっけな。あ、ん？熱くなかった、すみませんでした。なんだこの台は。金やなんか思ったけど金じゃなかったんかな。まあ緑保留やもんね。ゴッドイーター議連で終わらした俺よりひどいやついた。まあゴッドイーターはね、あの319の方もあるからね。お疲れしたって。今日は月下雷鳴打たないのでね、昨日月下雷鳴打ちましたけど、ちょっとね、あんまり継続率良くなかったですね。今日マクロスデルタ打ちました。5回連続デルタゾーンに滞在してる人見ました。ちなみに隣のデルタは20連してましたよーっていうね、コメントもあります。私もあの今、私もね、あの小山君と一緒でライトミドルばっかり打ってるんですけど、私もね、このマクロスデルタに個人的にはむちゃくちゃハマってまして、もう完全な養分になってます本当に。もうあの戦績でいうともう1勝5敗ぐらいですね。全然勝てへん。結構勝率は低いと思いますよやっぱこれ。うーん、あのね、やっぱね、そうなんですよね。ラッシュ入るまででやっぱりもう突入率がもうすごいね、こう大変ですね、あれ。そうそうそう、針のね、このもう穴をこう糸でこう、そう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 いうレベル、貫通させるぐらいのレベルなんで。ただまあラッシュ入った後はね楽しいんですけどね、やっぱね、そこがひりつくとこだから。もうまあ僕散々痛めつけられてあれですね、もう自分個人的に飽きるまで打っても泣く泣くやめようかなと思ってますけどね。そうですね、すいませんでした。ルンピカチャッカーだから信用してはいけないけど、私はね、あのコメント結構ねそうやってあるんですけど、私は逆にルンピカチャッカーでは仕留められるんですけど、あのラッシュすぐ抜けるんですよ。そっちなんです。一緒ですね僕。あ、一緒ですか、はい、よかった仲間がいて。そうそう、ルンピカチャッカーのとこで多分力使いすぎて肝心のラッシュの 80% が全然活かされないっていうパターンなんですよね。多分確かにルンピカチャッカーで当たった瞬間もちょっと自分の中でもう達成感が溢れてるから、多分そこかな、範囲はね。油断してるから、ね、油断しましたね。乙女の後ろ金までいかんと会計やかで転敗したら激アツとかやってる気がするけど、超えたけど。いやでもごめん、外れちゃった外れちゃったよ。デルタは横で見てるだけで OK で。いやいや、まあでもね、やっぱね、同じようなスペックの台ばっかりやとやっぱ飽きるんでね、ああいうちょっと変化球来ても面白いなと思いますけどね。お、殲滅チャンス。乙女ほんま、さっきのは果たして熱かったのか。どうなんですかね。あ、ガセか、これはね。鉄拳はちょっとガセでしたね、攻めチャンス。まあ一応、鉄拳のね、当たりはやっぱデビルゾーン入ったら熱いっていうのは分かりましたね。そうですね。やっぱね、新風やスペックばっかり出してもね、やっぱり、ちょっと飽きちゃうんだよね、みんなね。強振ホギア打ったら全手紙で出たリーチがミクさんで、バブルで出たリーチがミクさん、さすがになりました。もう私ちょっとね、新ホギアに関しては本当にもう 2,3 ヶ月打ってなくて、もうちょっとこのままもう卒業できそうな感じですね。個人的にキングがタイプっていうね方もあるんですよ。キングってあのあれですか、さっきなんか覆面かぶってた方、コロの覆面ですよね、はい、そうよね。5と6で一気に増えて、7でまた増えた。あ、これ鉄拳のゲームですね。今は7までですよってさっき教えてもらいましたけどね。今は仕置き人ばっかりって方もおられますね。波荒いけど勝てる日、負ける日、メリハリが大好きって方もおられますね。え、店長は、うちに行けてるんですか？
あ、行きますよ、全然行ってる。はい、まあでも僕はあのどっちかというとスロットの方なんで。あ、そっか、スロットやったら、どこ動きですか。いや、一番多いのはやっぱりディスクアップばっかりです。店長はそっち系、そっち派なんやな。攻めのディスクアップじゃない、逃げのディスクアップ。逃げないや。ひたすら。なるほど。え、あ、じゃあ、ビタ押しは割といける方なんですか。どれぐらいですかね。85% はあると思う。あ、本当。わかんないです。へー、ちょっと千里の店長と勝負してもらいたいですけどね。千里の店長、あの松原店長ね。松原店長もあのディスカップ大好きで、はいはいはい、あの俺の勝率は80、あ、勝率か、あのビタの成功率 89% って言ってはって、はい、この間ね放送中に、はい、あのやってましたけどね。ただね、ディスカップは面白いのはね分かるんですけどね、あれ、はい、打ち手はおもろいやけどね、見てる方は飽きちゃうんですよね。そうですよ。そう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 、分からんわ。だからね、すごいね温度差がすごかったね、放送のあのやってる人のね。放送じゃないですね。そうそう、ディスカップでもいつ見ても人いっぱいだよね。そうだからね、やっぱね打ってて楽しいのは分かんねんね、めっちゃ分かんねんけど、やっぱ見てる、見るだけじゃやっぱねちょっとこう温度差がもうすごいねあるよね。デルタは攻めて、デルタゾーンは最終回転リーチとかで救済が欲しかった。まあ、それか通常時にあの花みたいにね、あの花チャンスみたいな感じで右打ちの救済をなんかくれたりとかもあってもよかったかなと思いますね。打つのは楽しいけど見るのはディスカップ苦痛でしかないって言われた。そうそう、やっぱ打つのが楽しいからね。ね、松原店長の動画視聴数ひどかったよね。いや、そらね、そらね、そらね、特に、まあ、解析もちょっとしてくれとったけどね、やっぱりどっちか言ったらもう自己満足動画になってるから、ね。そうですね。生放送ではね、結構みんな盛り上げてくれてね、楽しかったけど、動画で見るとだったらやっぱちょっとね、きついよね。ちょっともう自分で打つわってなるよね。次回やり方変えてるんですから。ワンミスしたら丸坊主みたいな。もう完全な命がけ。デスマッチ。はい。方がいいかも。表でちょっとね、丸刈り、公開丸刈りやってもいいかもしれない。そうそうそう。そうやったら跳ねますよ。ガチやね。確かに叩かれることもないと思う。なぜか鉄拳、7にはストリートファイターの豪気が出てます、うん、あ、そうなんや、なんでやろう、会社一緒でしたか。あれ鉄拳ってカプコンやっけ、違うよね。あれ鉄拳は鉄拳ってカプコンでしたっけね。どうやったっけな、忘れた。ストリートファイターはカプコンやな。6はいいけど4はちょっとなーってなりました。4ばっかり偏ったらこれラウンドよね。はい、おっさん店長 VS まっちゃんの丸刈りデスマッチ希望。80どっちかは損するんやね。お前ね、もう絶対どっちもビタ失敗できひんやん。もうあれするわ、あのピック引かんとくわ。永遠回しとく。永遠引かんっていう。案外そういう時に限ってやるよね、もうじゃんじゃか引いちゃったりするわ、ね、あ、鉄拳はナムコです。あ、なるほど。じゃあナムコとあれカプコンがコラボしたってことになるのかな。ねえ、合議出るってすごいね。あ、バンダイナムコですよーとね、ありがとうございます。まあね、だからアーケードでもよく大会ね、やってますもんね。オンラインとかでもね、つないで対戦してる方も多いですしね。さっきの乙女の楽曲疑似、かけ2やったか、やったら 80%、かけ3やったら 30% で、体験をしたら 80%。あ、そうなんや、ちょっと暑かったのかな。今はシンフォギア足すあの花かな。そして時々1パチに入ったカイジ沼、あ、U パチのね、カイジ沼を売ってますっていう方もありますね。あの花はね、もうまあ放送ではね、何回かやってますけども、右打ちがちょっとね、期待してた以上に面白くなかったんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。もうね、放送では何回も言ってますけど、だからもうちょっとね、なんか、打つ気になれなくなっちゃいましたね、なんかね。あれはちょっともういい、もういい、お腹いっぱいかなっていう感じで。なんかデルタの方がまだ、なんかこう、追求しがいがあるなと思ってね、言ってますけどね。今日の放送、尻すぼみが半端ない。最初がピークやった。すいません。そうそう、上げて落とすってでもね、放送では大事らしいですよ。分析家の方がね、おられて、なんか放送を分析、この放送じゃないけどね、バラエティ番組を分析してる方が言ってた。
意外なとこで落とされるっていうのは、はい、あの長く見ていただけるコツらしいです。ずっと上がりっぱなしっていうのもね飽きるらしいですね。ビタ外し 85% で収支はプラスになってますか。あ、ビタね、どうなんでしょう。一応ビタ成功率が高い人は割とね収支プラス域の方多いっていうのは聞きますけど、まあ回数どんだけこなすかですからね。あ、確かにね。まあ、トータル時間もあるでしょうし ね、 そうですね、結構打ち込んでますからプラスにはなってます、ね、あ、なってます。あ、はい、あ、じゃあみんなが思ってる以上に言ってますよ。そうなんや。そんな言ってんねや。1万2、3000枚ぐらいのプラスですか。ああ、すごいですね、はい、でもね、まあ、こっちでね、どっちが当たりましたかって言われてますけど。ね、鉄拳がね、出だしむちゃくちゃ良かったんですがね、まあその後はお察しください。あれは当たりとは言いません。何をおっしゃる。なんか7、7揃った風に見えたんですけどね、ちょっと気のせい。7、6、7です。上げて落として上げては効果あるけど、上げて落として終わりなりそう。でもそれ正解。クイズそれ正解ですよ。あとはまあちょっとあれですね、乙女がね、ちょっとね、当たればいいかなと思いますね。もう当たります、もう当たります。デルタはすでに通路になってたわけで、まあこの辺は本当地域差あると思いますね。まあやっぱちょっと地方だとね、ちょっと受け入れられないが多いと思いますね。だってスペック分かんない人多分多いと思いますし、あの説明だけ見たら分かれへん人多いよね。あ、察しって言われた。そうですね。あの、最初だけむちゃくちゃ良かったです。はい、あの、もし YouTube 見られるのやっても最初だけ見てください。今のとこね。はい。おやまくさん、タイキックですね。わかります。あれか、鉄拳やからか。鉄拳やから。コンボやからボコボコになるで。いいなぁ。まあでも一応緑かな、これ。ですね。でもなんか鉄拳本当こう、このパチンコの場合はあれですね、なんかすごいゲーム感がすごいですね。なんか格闘ゲーム感がすごい。出だし10分で今日の放送いいよね。もしカットするとしたらもうそこしか使えないよね。10分動画にすごい、ね、ST 即駆け抜けは一発レッドカードです。さっきのね、あのリーチでよかったとか、やっぱタイムストックも結構多かったし、乱言も結構多かったので、そこが良かったですね。見せ場すらない店長が親マックスを批判する権利は今のところないですって。いやもう、それ正解、はい、それ正解。すごいね、心をえぐっていくスタイル。何も言い返すけど、ね、何も言えねえです。懐かしいけど、一応これサードアタックまで行きましたけどね、さっきとやっぱちょっと展開ちゃいますもんね、これね。全然ちゃいますね。もうヒットポイントゲージも全然相手減らへんし、しかもボコボコやし。3分期コーナーでいいね。僕今日窓マギ窓子バージョンでアルティメット中84回転ハマって吐きそうやった。え、そんなハマんの。あの台すごいね。ハマりすぎやね。ハマりすぎね。そんな確率やったっけ。なんかガロの初代とか思い出したわ、はい。今週の定休日で北斗8、さっきのしてる店多いですよねってね、あれコケる匂いしか今んとこしてないけどって方おられますけど。どうなんでしょうね。店長、一応あれですね、展示会は行かれたんでしたっけ。展示会は行きましたね、はい。まあね、展示会もやっぱ人多いんで、そんなに全部エース見れるわけじゃないですけどね。そうですね、うん、ただまあ、小当たりラッシュがどうかなっていう感じですね。そうですね。確かに出てみなきゃ分かんないです、あれは。あとはちょっとこうネタ切れ感が出てきたかなっていうのは個人的な感想ですかね。もう北斗もやっぱ話終わっちゃってるんで ね、 そうですね、なかなかちょっとこう新しく作ろうと思ってやっぱ難しいんやなと思いますけどね。窓まぎ駆け抜けましたよってところですね。北斗は、お年寄りは好きだからコケはしないと思うけどねと言いますね。まあなんだかんだ反剣は強いですけど、どうやろうね。どうやろう。この間の北斗百裂を見てると不安でしかない。そうですね、百裂乱舞はもうあれはあれやったからな。ただまあ一般的な意見としてはね、百裂、というか北斗は小当たりいるっていう意見の方が多いんじゃないでしょうかね。あ、昔からありましたね。かな。
まあ、もちろんこう当たりラッシュがねこう得意な人もいてるからね、ああいう強力さのガンツだったりとかね、ああいう鬼武者が好きっていう方もおられるからね、やっぱ乱入コント期待できんのやねと。そうですね、途中に関してはバトルリーチとかさっきのやっぱ乱入とタイマーがね増えていくのがポイントかなと思いますね。あまりに当たる雰囲気がないので店長じゃなくてアルバイトかと思いました。おっさんアルバイト。あのね、店長が ね、ポンポン当てれるんやったらね、僕も仕事やってないです。いや、ほんまやね、プロなってるよね。まあいい、20パチンコでハンドル握ってますよ。ほんまやね。いや、でもね、あれ、ほんと、たまにそういうので、こう、なんてやろう、生計立ててる方おられるじゃないですか。はいはい。すごいですよね、でもね。そうですね。うん。普通にもうやってるだけやったら、やっぱり、こう、なんてやろうな、もう、やっぱ難しいもんね。あとは面倒くさいから、でもできないな、私は。好きな台打てないですからね。そう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 。もうやっぱ期待値を求めてとかね。そうです、ね。でやるんでね。おっさん店長できそうやけど、そこまではやらない。いや、まあ、やろうと思えばできますけど、スロットで。はいはい。もうしんどいっすね。え、ずっと打てないもう。いや、もう、1時間打ったらもう最近お腹いっぱいになってくるんで。あ、そうですか。はい。でも割とあれですか、1時間だけ打ってやめるというパターンも結構あるんですか。結構あります。なるほど。もう北斗オリジナルで勝手に話作ってもいいような気もするというね、こともありますけど、それはあれちゃうか、原先生らがに怒られるんじゃない。北斗無双は実際にない戦いがあるからあれ斬新やったけど、普通の北斗はちょっとネタ切れかなと思うけど、まあだってもう北斗も何年やろ、初代から出て10年以上は経つもんね。そうです。もちろん私も北斗の判決大好きなんですけど、ただまあちょっとね、もう演出がちょっとやっぱり難しいんかなーっていうところもありますよね。今後の第一の新代の浜崎あゆみさんの代が気になる、009みたいな突破型みたいですしってコメントもいただきましたけど、店長は浜崎あゆみさんの代は見たんですか。見ましたね。ちょっと特殊な各編のあれですね、なんか前昔の三協さんのあゆは覚えてるんですか、店長は。昔の、ああ、なんか、あれ打ちましたね。金魚も普通に外れるというか、当たんない。当たった、当たった。どうでしょうね。まあ、あれと比べたら、どうなんでしょうね。ダイスさん。ちょっと違うもんと思った方がいいかな。なるほど。まあ、ダイスさんは歌パチンをね、上手に作るような印象がかなり大きいので、どうでしょうね。まぁ、あ、ちょっと筐体がインパクトありすぎてびっくりした感じなんですけど。ハンドルすごいですからね。うん。なんかボールみたいなのついてたから。あれどう使うんやろうと思って。ミラーボールなんかな思ってね。あ、小山子さん、ちょっとこれチャンスじゃない？チャンス来ましたよ。あ、なんか熱そう。熱いあ、出てきた出てきた。ギミック出てきた。店長早く、店長早く。え店長、店長。また当てちゃう、当てちゃう。当てて当たらんわ。平八出てきた、平八。さあ、このリーチは、まあ、ついにストーリーかな。なんかロボットみたいになってたけど。メカ、メカな。あ、平八ストーリーリーチは熱そうですね。あとはチャンスアップか。赤文字だったり。今のはチャンスアップ、カットインやかね。おっ！うん、こういうことですね。コンピューターおじいちゃん出た。メカ八出たって。え？復活ないかな？ない？おいって言われた。あれあかんねや。やばいやばい、今日やばいぞ。やばいっすね。どうしましょう。ディスカップにしましょうか。ありがとう。またもっと地獄にしましょうか。お前誰が見たい言うたんや言われそうやね。平八ストーリーは割と信頼度高いですね。これ高信頼度だってたから、あっちゃーやばいっすね。あちゃちゃちゃって感じですね。この台のレバー引き演出はまあまあ外れるよね。でもね、そうですね、外れることも多いですね。
まあでも普通にボタン押すよりはね、期待度はあるはずなので。朝一で当たり軽い単発台ってその後ハマるイメージしかないもう不吉すぎるから、もう一回ぐらいワンチャンあると思うからもう一つの気候台って言ってます。嘘ですけどもうちょっと待っといて。乙女今何回転ぐらいですかって、ね、乙女は150ぐらい、それぐらいですかね、まだ分母は回してないですから、でもまたあれやね、小山草の台は赤系の演出また見せ場来ますよ。お詫びかな俗に言うあ、ストック来ましたね、いい感じかな、まだまだこれぐらいじゃね、まだね、さっきはやっぱ金絡んでましたからね。そうですね、うん、乙女5は1時ぐらいに当たる予定ですかそうかもあ、やばい、発展するかな。さっきは乱入に3人来てたもんね。そうですね、やばい、これ普通のキャラリーチでいいんかな。これ弱い、弱いね。まあ赤来てもリーチ8点ぐらいなんかな。北斗なんでか、昔の台リメイクしようぜってね、桜大戦リメイクしようってね、かと思いますね。全部あのサミーさんにちょっとメール送ってみてくださいあ、なんもなかった。北斗無双も出た時はめっちゃ酷評でしたよってね、赤が安いってめっちゃ言われてた。受け入れられたのはスペックだからねってね、演出は後付けって言われてますけど、まあ無双に関してはね、そのまあ一応あれもゲーム半径の方なんでね、まあ確かに赤は安い。北斗無双からなんかな、ちょっと赤が安いっていうイメージがつき出したのね。ね、それまではまあまあ激アツではないけど、まあそこそこ当たり絡んでもおかしくないかなというイメージはあったんですけどね。北斗8のスペック見て、転生セブンは優秀台だと思いますって方もおられますね。まあね、継続率そんなに高くないですけど、まあバトルスペックの、出玉も多いですからね。そう、今その転生とかね、刑事の漆黒が本当にまたまた注目されてるので、はいはい、当たればもう2200発手元に来ますからね。そうですね、やっぱ出玉重視の方はやっぱそっちなんかな。あ、よ思い出したわ、そう、昔のね、リーチ全く意味不明なですね疑似読んでこうあたりとかね、あったあった。最近演歌系の台出てませんよねって言われてますね。演歌歌手とかですか、出てないですね。確かに最後演歌の台なんかあったかな。氷川きよしとか出したらやるんで、またもうあかんかな。ちょっと氷川きよしさん最近ちょっと顔がなんかだいぶ変わってきてるから、ちょっとそれに衝撃を覚えたんですけど。あ、そうなん、なんかね、飛鳥きららさんみたいに成長したって言えるんかどうかわかんないんですけど、なんかね、顔がねすごく違和感が見てみよう。なんかね、よく CM とか、はいはい、たまにワイドショーとかで映ってはるんですけどね、三河健一をねなんかね、そっち系、なんかお化粧のせいなのかわかんないけど、ちょっと氷川きよしさん、氷川さんですかって感じだったな。もう一つ氷川さんはお祭りでした。ガロ初代の復刻でこけたからなってね。確かにね、まああれはまたちょっとね違うもんな。北さんブラックって台作れば売れるの間違いないそれ競馬やん、あれサブちゃん出さなあかんけどね。あ、店長がちょっとあれやね、お仕事で、ちょっと今の間にはエマックさん当ててもらっていいですか。当てますね、当てます、はい、今ちょっと店長の前で切りましたね。一回も当ててないぞ、早く当ててくれ一回も出た氷川さん暴力事件あったからな。だからそうなんかな。それにしても乙女なんもなかったいや、分からへん、あの金の予告が熱かったんかどうかがちょっとごめん分からへんから。寿司三昧打ちたいとかでございますね。
あ、店長帰ってきました。大丈夫ですか？すいません。はい。段取りの悪い。いや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 。今ちょっとし、お仕事。明日の、はい、鍵がないみたいな。どうしようみたいな。何じゃそれ。どうでもええわと思って。当てますね、歌で。ぜひ当ててくださいって、ね。今一応ゾーン入ったんかな？鉄拳。これで。一応チャンス。ちょっと来ましたよ。今、ヒストリーゾーンですね。に突入しましたね。一応、ヒストリーゾーンはさっきを見ながら一番、期待度が低いんですけど、ここから、上がる可能性もありますんでね。横にハイフリあるから撃つって言われた。319やね。150ゲー。おやめくださいね。あ、緑保留か。ちょっと弱いか。乙女コスプレ予告が剣落下もしくは熱盛来てストーリー行かないと厳しい、うん、確かね剣落下の演出は熱いもんね。ゲージ全然減らへんゲージちょっとしか減らんかったな。これ正気来てもあんまり関係ないですね。これ関係ないですね。ね、さっきも正気ありましたもんね。あ、今回は女子同士なんですね。お、わ、乱入来た。かなり乱入。このラースめっちゃかっこいいですね。なんかスマブラかなんかにも出てはりましたよね、確か。もしか乙女アタックの紫水晶があっち、うん、そうやなぁ。あとは乙女当たるとしたらその武将ストック演出とかもね、当たり絡みやすいかなというイメージですね。鉄拳当たってないのに弾抜いてくださいってないやねん。あれ自動シダモードになってるからね。弱いか。バーンって、ね、ヒットポイント一発で減ったけどやばいな。なんかあと店長のあれかな、ボタン先読みというか乙女もあれかな、ちょっとバイブ演出みたいなあるみたいですね。先読みでブルブルみたいな、ね、全く来ません。おとなしいな。壊れてるんですか今日の乙女。おとなしいな。まあでもね、どこだったかな、西淡路がどっかで乙女一回やったんですけど、もうその方も当たったほんまに1時前やったんですよ。ほんまに2対1の卑怯なことして負けたんだ。いやいや、ね、まあ、勝手に乱入してきたからですね。お、店長の台は連続動く。ボタン飛び出すことありますからねってことで、そうね、最近なんか平和さんの台もすごいポンって出ますよね。店長でも当たらない乙女って何にもないよ。これ当たっておりますよ。あ、でも3回目これで、はい、当たりました。あ、これはいいんかな。保留はでもあれですね、全然変わってないけど。お、これ家臣かな、ちゃう、誰やろ。あ、3点はいいんじゃないでしょうか。モロタで。あ、店長急に来たね。モロタで。あれ、あ、このリーチはあれですね、いい方ですね、いいリーチですね。リーチ後疑似はチャンスだからいいよってね。僕とは2対1の戦いはないって言ってるのにこいつら無視やな。ち、ね、勝手にタッグ戦みたいな。タッグじゃないよ、もうずるいね。徳川カットイン来たら熱いってことかな。やっぱり1時から聞こうなんやないか。確か1時前やけど。やっとボタン発動。まだアタッカー開いてないからわからん。あ、でも今赤テロップに変わったので、また期待度上がりましたね。確かね、前回の放送の時もこのリーチで確か当たったはずなんですよね。マジか。はい。いや、3点はいいんじゃないでしょうかね。ホールやったらもうタバコに火つけます。どや、どや。すまんな。どや。モロだね。
ドヤなやつね。さああとはボタン、はい、おー出た、デフォ、おー当たりましたね。ほんまに一時や、ほんまに一時やないか。3だから当たれば確変だよってね。そうだね。じゃあこれ ST 突入、俺は天井を信じてたね、嘘つけさっきアルバイトとか言うとったやんみんなもう勝ってやの。とりあえずどっかの誰かがなんか 90% 一発で落とすっていう、そうですね、しょうもないことしてたお手本見せます。お前ですね、ちょっと 85% から 90% ぐらいのね継続率ありますからお願いします。店長さすがだよねやろ手のひらくるくるがひどい。みんなもあの1時から打ったら当たる。夜1時に通るな。夜1時に空いてへん。じゃあみんな昼1時でお願いします。同じリーチで今日当たったよってね、1時から聞こうなって、ね、個人的にはドヤタバコしてリーチ見てて外れる顔を見るのが一番好きってね、めっちゃ腹黒い人いるよねまあちょっと気の毒に思うけどね、まあ、当たってもしゃーないよ、しゃーないけどさって思うよな。もう時1時からやったやないかって、店長様が閉店のお時間でストントンって言われた確かにね、ありがちですけどね、ありがちありがち、もう本当にありがちあれみたいなまあ普通こんな時間まで粘れへんけどねそうですね、大体10時ぐらいにはもうちょっともう退散してるよね。まあ大体はね、シンフォニーやったらでもあれかな、10時から頑張れる人いてんのかな。ちょっと待って、これヘソホールよ。え、そこ落ち、ちょっと待てよ。あ、これでもやばいですね、赤文字、まさかお手本やけど、あの、違うぞこれそっちじゃないぞあれ、これここずいや、赤、あ、やばいこれえ、どうやったっけ、乙女って落ちるっけ当たる、うわ待って、そっちの意味じゃないぞあれちょっと待って、どうやったっけこれ。 ST 中でもね、へそで当たってもなんか関係ない台もあるけど、あー どっちやったかな、データランプルおい、へそじゃんけ、めっちゃおもろいやんマジか、へそホリやっちゃった、見方がわからん、やっちゃった、やっちゃった、マジでこれはあれか、ダメな方か、くさっと、いやでもありますよね、やっと確認入ったのに次の回転でも当たり引いてたっていうのね。本質分からんけど昇格度がないから、あんたら2人揃って何やってんのやばいやばい、ね、見せ場作ったね、見せ場だってみんなこれ連携したら寝られへんやん。確かに確かにね、どうなんやろこれ、モード入ってもあれか、核変化時短か分からん風になっちゃうのかな、確か。へそ掘りだったら多分100で終わりますよね、きっとね。へそ持ちありますよって店長、教えてもらいました。あれ素人か。これは2人ともバスゲーム。あ、基地。質がちょっとわからんからだけど、これは落ちてるんかな、落ちてるんかな、落ちてるんかな、みんな落ちてないよね、へそ落ちあるよって言われましたけど、ね、当たりましたよ、お当たりましたね、今、あらこれマックさん当てたね、1日やん、ほんまに今日は罰ゲーム、いや店長バイト降格って言われたくるくる変えすぎやおい、マックさん、なんかエース落ちの来てた、いや、最後殲滅チャンスで、あ、そうやね、殲滅チャンスで当たったんやね、赤文字で殲滅チャンス、あ、そうなんや、はい、赤やったらやっぱチャンスアップなのかな。さあ、店長の台は一応電サポ100回ありますんでね、あ、まあ、ST だったとしても時短だったとしても100回で、まあ、当てればいいんでしょいや当たるとき当たるからね、へそ落ち見てたから鉄拳見逃してもうたほんまに図柄4ですけどみたいな、まあまあ鉄拳もね 50% 引かないとあれ時短の方かな、あれ時短っぽいですね、やっぱ最後は信頼と実績の親マックスただあれやけどね、へそ落ちする権利すらもらえない時短濃厚やけど、ここからうろーとか言うてこう復活あんのかな
ガチで尻すぼみやん。スンってまあでもね、こう1992か当てたのはすごいんじゃない。そうですね、うん、はい、もうごめん、そこしかあのフォローできひんわいやいやいや、でもお通夜放送よりはね全然、ま、いいと思うよ。はい、これで鉄拳も、時短100回ね、ありますんで、はい、ここで引き戻せば、また ST 入るかも。弾みに行きましょう。まあ、店長の方のね、台は、設定付きなので、まあ、さっきのランの終了後の、示唆だったりとかね、あのたくさん示唆ポイントはありますんで、この間はね、あの極みっていうのが出て、あれはもう6濃厚やっていうね、ふうに報告いただきましたんで、いやーやばいこのへそ落ちは考えなあかんよね。ボナ消化中にね、電サポフォリュー欲しいねってことでね、もうこれでもどの台も課題ですよね。これへそ落ち含めたら継続率 90% 嘘やないかいへそ落ち含めたらね、明日営業マン電話します平和のねどないなとやん、計算入っとるんすかいやそれはとか言うからね、にっこりみたいな。メーカーからしたら1回ってね、199引けるかよで作ってるんやろうけど、売ってるからしたら迷惑って、売ってる方からしたら迷惑って、ね、引くとき引きますからね。いやもうほんまにありますよね。だってね、さっきオヤマックスさんみたいにやろ、3回転ぐらいで当たるときももちろんあるからね。はい、そうですね。まあもちろんめちゃめちゃハマるときももちろんあるけど、まあそのね、もちろん回数はめっちゃ回してのこう分析とかもあるんでしょうけどね、もうほんまにたまにしかない稀なことやけども、これでへそ落ちてたらもうショックはショックやな。まあある意味持ってますけどねある意味、ある意味持ってる。ひとまずね、設計の方は G ターンなんですけど、まあ一応引き戻し率が 39%、 まあ 40% 弱ぐらいあるということなので、引けたらラッキーかな。まあ、さっき ST ちょっと駆け抜けてしまってるからちょっとね、なかなか難しいかもしれないけど逆に時短で当たったらね、いや逆に引き持ってんなってなるもんな。いやもうそこを見せつけましょう、ね、当たるんちゃいます。まあ初当たりはね、まあ割とハマってはなかったからね、はい、店長の台は赤の先読み来てましたけどね。店長ガチでメーカーに文句言っといて初代鬼武者マックスでやらかした2が重い、ね、この左に7止まっての煽りもいらんよ。おっ、カットイン出ましたね。もろたよ。あれ、あ、金じゃないですか。金やね。これ濃厚じゃないんかな、金って。当たるでしょ、ね、外れんなよ。もう外れたら撤去するから、ね、早い早い早い当たるっしょ。お、当たったで、これは右にしてたんで、絶対勝てる。 ST ですね、はい。まあ、振り分けがそのあれですね、10ラウンドか5ラウンド、そうですね、あの出玉少ない方のラウンドか。さあ、どっちだったんでしょうね。へそ落ちはしてるから、もしかしたら普通に自力で当てたんかもしれませんけど、そういうことになってるんでしょうね、多分。当たり確定でね、金文字でしょうね。すごいね、初当たり3回引いたのか。さすが店長ですね、俺は信じたい。嘘つけ何回も言うわ、嘘つけ最初から店長信じてるよっていうコメント一切なかったやん。適当やな。ねえ、本当に手のひらくるくる。もうここであの日本人が分かりますよね今の日本人の傾向が分かりますあ、右打ち中に萌えカットインが出たらもうその時点で当たり確定ですよ。出てたもんね。なかなか珍しいよね。お、引き戻し、まあ引き戻しになるんでしょうね、多分ね、へそ打てたので。核兵器は 何モードに入るの。何ですか。核兵器と時短時って何モードに、何モードに。ね、どっちもあれかな、戦国モードになるのかな。初回だけやったかな。ST 中 BGM 絆歌っていうんですか、これ。絆歌に変えてください。あ、あのあっちね、乙女の方ですね。
BGM 変えれたっけ。ただあれよね、鉄拳の音がめっちゃ聞こえるあの乙女だと全く聞こえない。まだ出てないかな。あ、出てないですか。まだ出てないっぽい。ダーウィンやったらあれやったっけ、全部出るんやったっけ。そうですね、戦国モードはもうあれっすね、これはずっと続くので、まあ、時短かで、SD かはちょっとわからないみたいですね。まあ、あのラウンド中に V 入賞入るかどうかでチェックできるっていう確かのコメントで教えてもらいましたね。まあ、電サポあたりの場合はもう ST、 ほぼほぼというかね、もう全部 ST になるんで、時短か ST か V 入賞で決まるからモードは一緒だったよ。あ、当たりで解放だからまだ出てないんかもしれないということでね。今そうですね、ちょうど 3連目なんですかね。あ、店長またこれ熱そう。お、マヤマックスさんもね、以上リーチなりそうかな。あー、ダメ。さあ、店長の場合は。お、当たった。簡単。おやまっこさすがやな、100連見せてくれてありがとう。いつ見たっけ。まだ解放してなかったらと。解放されてないですね。鉄拳は時短中どうなんやろうな。あ、終わった。終わっちゃいました。時短早いよね、最近の代前からか、それね。じゃあ店長、このあたりで、100回して終わりましょうか。まあ、当たるか、100回すか。V 入賞判別ができなくてモヤモヤしながらマクロスフロンティア3と乙女5を売ってますってことありますね。ラウンド召喚の時にあれかな、ラウンドのとこ、弾入るところをずっと見てたら多分 V のベロに入るかどうかで分かるんじゃないのかな。どうなんだろう。ちょっとね、私乙女というか平和さんのこの、筐体売ってないからちょっと分からないんですけどね。乙女、5になってから信玄が可愛くなった、銀髪がよく似合う、ね、乙女好きな人多いですね、やっぱね。店長、30回くらいまではリーチかかればめちゃくちゃ熱い。普段ほぼほぼ当たるぐらいのあれなんですかね、信頼度なんでしょうね。さっきのが24回です、ね。ああ、じゃあもう、ほぼほぼ当たる。まあ、ホリアもちょっと変わってましたもんね。継続率 90% はこのサクサク当たる感じやなーっていうね、コメントもありますけど。まあ、それがやっぱね、高継続の売りですもんね。サクサク当たる。なるほど。いや、ね、ST 入ったんやけどね。ヤマックスの鉄拳1万発出てんのが見えた、100両は伊達じゃない、そうだそうだってみんなもう幻というかあれやな、幻想が見えてるな。まあ、そんなこともあるよね、ある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 としかもう言えないわね、そのなんか継続率だけにね、こう囚われてもね、ちょっと大変やからね。期待値だからね、あとはね、はい。あ、緑保留またね、この回転数も浅いんで、テンション熱そうですね。そうですね。16回。赤。なんか音も鳴ってる。赤文字。なんか簡単そうに見える、乙女。ええダイヤな、このダイヤ。ええダイヤなって聞こえた。これはモロタっしょね。モロタ今17回転目ですね。このなんかリーチ行っただけで熱いっていうのいいですね。ああ、簡単。店長、撤去免れたんですか。まあ、しょうがない。ちょっと3ヶ月ぐらい置いてちょっと頑張ってもらいましょう。鉄拳は撤去します。早っ。お前はダメだ。早っ。早っ。
フェニックス現場券かもしれない。あ、そうやね、幻想見てたかもしれない。親マックスさんどんまい、私ゴッドイーターで確変3回連続スルーしてるからかわいそうに辛い辛いフォロー来たけどね、もうしばらくゴッドイーターは触んないって。ライトミドルで単発地獄食らうと U パチの方が数倍出るやんと思ってまうね。まあ計算的にはね、でもその確率通りにもいかないでしょうしね。 U パチでももう500、600余ったりしたら、あ、これライトミドル打ったけよかったって思うし、そうです ね、ライトミドルでもう1000弱までハマったら、あ、これミドル打ったけよかったって思ってしまうしもうそういう時はね、自分の好きな台でも満足できるかどうかかな、うん、それにも限りね、尽きますよね。まとめ5は2ラウンド目にアタッカー開けば確変、ね、あれかな、 V 入賞の時ですかね。まあ見てたらこれっぽいです、ね、あ、なるほど。じゃあもし、あ、なるほど。そうそう、この基地っていうのが極みっていうね、印鑑、ハンコになれば、あの、高設定、濃厚みたいですんでね。で、さっきね、ちょっとオタメのアタッカーのちょっとわからないって言われてた方は、あの、2ラウンド目のね、アタッカーちょっと注目しておいてください。お、鉄拳もなんか、乱入出てきてますけど。煽ってますよ。赤。鉄拳ちょっとチャンスかもしれない。あとあれよね、先読みが絡んでたらもう一つね。お、あ、紫。まあ緑、緑じゃね。おみろくさんね。緑保留ですね。はい。最近の台はもう緑保留スタートですね、なんかね。ほんまに。緑か、もう紫とかが最低ラインだね。終わりますか、じゃあ。終わりましょう。乙女もじゃあ、結局5連。もう、そうですね。まあ継続中なんだよね。打てばまあ240連ぐらいしたんですけど。240連。すいません、時間なんで、ね。すげえ。まあ、へそ保留数えたらやっぱさっきのやつへそ保留で、あ、そうなんすね。じゃあもう完全に自力やったんすね。あえて、あえて2回言う店長裏を返したら俺引いてるんだぜアピール。そう皆さんと実力が違う。さすが抜かりないっすね。さすが店長ですね。はい、すいません寝落ちしんくてよかったって言われた確かに。あ、なんか鉄拳もしかしてこれあれ、なんかバトル入ってる？最後これだけ見る？じゃあ。いや、弱いっすよ。弱かった？さすが店長になる器は違う。みんな急に持ち上げ出す。すごいね。当たるだけで店長やったらみんないけるな。ほんまや。ニコ生で査定決まったら面白いよね。みんな命がけやね。いや、一般じゃ3回も引けない。あ、初当たりか。引けるよ。弾けるときは弾けるよ。大丈夫、あのプライベートになったら今度みんなの前でボッコボコにされる本番に強いだけ。もう最近1時に当たる、1時前に当たるのが多いから12時55分から見てもいいかなと思ってるんでやめてまあちょいちょい見てくれたらいいけどね、はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでね、今日は、視聴者アンケートを兼ねて、鉄拳極みと、戦国乙女5のライトミドルのね、指導をさせていただきましたけど、まあ、鉄拳に関してはね、今日ちょっと初放送だったので、まあ、小山くん、まあ、ちょっと当たりが2回かな、一応引けた感じですけど、簡単に感想だけ。はい。いや、でも、まあ、鉄拳好きな方やったら、まあ、演出途中途中で、バトル系、あの、ゲームの感覚、はい、味わえるんで、はい。まあ、飽きないかなと思いますね。なるほど。まあ、歌ってる100コンボは、はい、まあ、ホールさんでご自身で見てください僕は無理でしたお預けですさ、ね、さ、一応3コンボ3コンボ終了3コンボ終了1、2、3で終わったね、まあ、100コンボもしかしたらね、こう達成された方もおられるかもしれませんし、はい、まあ、それぐらいの継続率はありますんでね、まあ、ぜひあのホールで遊んでみてください。店長は乙女は、これは初めてだったんですかね。そうです、はい、うん、まあ、ちょっと1時前までどうなるかと思いましたけど危なかったわ。ねえ、ちょっと危なかったですね。当
てはヘッド落ちするわ。ちょっとドラマがありましたけどね、この10分ぐらいで。最後の本当に。まあ、データバネーションとフルラウンドとのなかなか難しいですけど、まあ、5ラウンドか、はい、ずっとね、ループになりますね。まあ、継続率もありますし、まあ、早いかなとは思いますね。はい。はい、まあ、ぜひ。そうですね。まあ、ぜひ、ライトミドル、2機種、まだまだ設置済み、営業開始中ですのでね、ぜひ遊びに来てください。はい。あと、その他にもね、こちら、寝台営業開始の台もありますし、また、さっきコメントもいただきましたけどね、9月はやっぱり北斗等も多分待ってるんじゃないかなと思いますんで、まあ、ぜひその辺をね、赤川店の、LINE だったり、P ワードでチェックしていただけたらなと思いますので、はい、ぜひご来店ください。よろしくお願いします。今日のサムネ3コンボで。ちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいか。せめて7揃ってるところがいいよね。そうですね。ね、はい、もう完全に社交心煽ってるよね。その後見てがっかりするやつら、おいってなるよね。店長、へそ落ちしてたら即テックやったのになーってね。そうやね。もう今、増大候補やね。増大候補。世間では仕置き人を増大候補。そうですよね。僕は乙女。確かに再犯ないか確認しておきます。そうですね。あとはあれね、ちょっとメーカーさんにおこなとこもねありましたので、ちょっと問い合わせてみてください、はい、ということで、このチャンネルね、明日だけちょっとお休みいただきまして、金曜日が、神津島の放送なんですけど、これもともとね火曜日の予定がちょっとスライドしまして金曜日に変更になりましたんで、今週というか来週の放送はちょっと6連チャンになりますんで、一緒にお付き合いいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあこんな感じで今日は赤川店から、放送ねさせていただきましたので、締めたいと思います。皆さんお疲れ様でした。それではさよなら、おやすみなさい。そうすんなよ。いつも生放送動画をご視聴いただきありがとうございます。本当にありがとうございます。動画が面白かった、また見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた生放送動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。さよなら、バイバーイ。